それから、水天宮に泊まってですね、安産の水天宮ね、安産のお参りして、でそれであの、もしかしてお孫さんが、はい、三人目の孫がですね、三人目、あ、それはおめでとうございます。ありがとうございます。2月4日ですけど、ちょっと早めに生まれたらということで気にかけながら、ね、まあまあ、そんなわけで、でまだまだ、ちょっとね、今回はだいぶ落ち着いて、あの、まあ、娘のとても、必須も出るんですけど、落ち着いてるハードトラフェリングだ。で、まあ、ちょっと、またちょっとチューニング変えまして、ちょっとだけ、ちょっとあの、あれやります、オールタイムの、ちょっと演奏します。あの実はあのフィドル&バンジョって言って、本当はあのフィドルとバンジョでね、ユニゾンをするっていうのがあの今僕がやってることなんですけど、そのフィドル弾きが、来れなくなっちゃったので、ね、まあ、そうなったんですけど、まあ、今度来るときはフィドル弾きは私じゃなくて、まあね、カナダ人と鬼の今月のお嬢さんに変わってるでしょ。その子と一緒に来させようと思ってますよね。ぜひ、まあ、ついてるといいですよね。またついてんの行かなくちゃ。行かないですよ。何しろ12月に来て、で、まあね、それで1月だったかな、
これ1月ですよ。1月にも1月の初っ端にはもう7月私1月3日に帰国し、カナダに帰ってきて、で話聞いてたら、ね、吉田さん知ってますって言って、いや、知らないよ、私と田原付き合ってるんですよ。って驚いたふりしましたけど、一応しめしめと思いましたからね。私たちの工程を残すためには、やっぱり子孫大切しなきゃいけないけどね。7月に来た時は、お腹に赤ん坊が入ってる可能性もあるわけだ。次に行ったり、ね、7月にね。いやいや、そこまで水天宮行かなくちゃ。付き合い始めたね。一応あの今のところがまだ万丈を覚えて、で片一方の田原はあの万丈より早く覚えるよ。そう、それはね、あの秘密にしておいてください。ここだけの秘密ですよ。僕が知ってるところにじゃないし、ここで酒の魚のようなのでしゃべっておいても言っちゃいませんよ。生中継してる。何言ってるのか。でも、まあそういうことですから、まあ本人たちはね、すごく真面目そうでね。で、僕はあの田原にはやっぱりね、あの夫婦であるのがやっぱり理想だよなとか言ってるから、多分その気になってるから、それいいんでしょうけど、まあそういうことでね、二人で結局満足やってね、まあいろいろ頑張っていただきたいと思っております。僕はね、三千と今から40年間彼らが、引き続ける間、僕はね、彼の師匠としてね、名前が語り継がれているかもしれないということでね。あと40年生きるのか。いやいや、僕は生きないけど、死んでも顔を残すだけですわな。じゃあ、フィドルチューンもちょっと並べて。
一応アンコールっていう。アンコール。お約束の。アンコールっていうかね、つらいんだよね。何しろ前にですね、まあこういうフィドルチューンとかそのオールタイムのチューンではね、大先輩の宮田さん、それからね小坂さんっていうね、お二人のね、もうこれくらい知ってる人はいないっていうことで、ね、でちょっともしね、まああれだったらもう本当そっちの方の人にねちゃんとしたものをしていただいてね。やってほしいんだけど、もう、まあ、最後、もう一曲、ね、でスポッティズポニーとジョン、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 ちょっと曲を、すっかり忘れてしまいましたね。変更します。ちょっとごめんなさい。やっぱり、ね、慣れないことするもんじゃないね。これはバイオリンを弾いてるタワーについてるだけっていう曲ですからね。バンジョー、本当曲やるために注意書いてるのね、ところがあるんで、どっちかというと、僕は4種類のチューニングを入るんですけど、まあ、皆さんいろんなチューニングを、でこれで、じゃあ最後の曲は、皆さんが、I'm
代打宮田で。